バスケトークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第367回目バスケトークラジオを始めたいと思います。試合する前から負けた時の言い訳準備する監督クソ岸です。どうもです。どうも。ぶっこんできましたよ。ぶっこみましたね。ぶっこみましたよ。まあ、たまにいるくない、そういうこう、まあ明日試合だけど体調も万全じゃないから、まあ足も怪我してるやついるし難しいかもしれないけれどみたいなね、そういうのいいやん。もうちょっとポジティブにいこうよみたいな、そういうのをちょっと見たの。何なんですかね、自分の保身に走っとんですかね。何やろうな、保身やろな、やっぱり。うん、別にいいのにね、当たって砕けたら。そこに子供と信頼関係があればさ、そういう言い訳なんて必要ないと思うし、はい、一生懸命やって、まあなあ、先生も子供に限らず、ちょっとプロでもさ、プロはないか、プロのコーチ。まあ、そうですね、まあ、言うたらあかんことやとは思うんですよ。なあ、そんなんプロではないやろうけど、中学の時そんな感じの先生いなかったわ、自分が中学校の時。あんまり記憶にない。あ、友は誰やったの、中学の時。牧浦先生。もう名門先生やないの。すごいやないのそれ。いえいえ、うん、牧浦先生教えてもらってね。俺はそんな別に悪い先生とかじゃなかったんけど、全然バスケ知らない先生やって、はい、でまあまあ一生懸命みんなこうついていってたんやけど、はい、なんかずっとこう言い訳をしはって、うん、なんかそこでなんか逆になんか そこボトムが分かったみたいな。うん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 、そうそうそう、大丈夫かしらみたいなね。、うん、自分の指導に自信もないんでしょうね。自信なくって、でも信頼に自信があったら、いやすまんと、俺あんま詳しくないけどみたいなね。まあそれはさておき、トモさん、はいはい、今日はあれですよ、なんかねちょっとね、声がね、トモさんの声はちょっとまたちっちゃいんですよ。あ、そうです。うん、はい、できるだけ大きく撮ろうとしてるんですけど、今聞いた感じによるとちょっとちっちゃいかな。最初からちっちゃかったですか。うん、最初からちょっと、今はちょっと努力して大きくなってるのはよくわかるよ。それぐらいで喋ってもらえたら助かります。もしくはマイクが遠いのか。そうですよ、今ねもう総体直前なんですよ、県総体。はいはい。でそこの地区予選なんかの発表をしてないんですよね。前ベスト4をチラチラチラっとこうモン吉と喋った時したぐらいで、はい、地区予選どうなりましたみたいな発表してないので、そこをちょっとお知らせしての、はい、県総体、兵庫県総体の、展望なんか、展望っていいです言うほど僕そんな詳しくないんですけど、まあ組み合わせとかそんな紹介をちょっとさせてもらったらなと思っております。はい、お願いします。よろしくお願いします。どっから行きましょうかね。うんうんうん、神戸から、神戸のその、うん、ベスト4からの結果。あ、そうか、そこ行きましょうか。はい。男子から行きます。はい。男子のベスト4は大原から山田、はい、塩谷、はい、舞子、はい、うん、この4つが残ったんですよね。で、舞子と塩谷がいるんですけど、塩谷が勝ちます。はい。で、ちょっと待ってね、後ろで音楽ずっちゃんずっちゃんなっちゃってるやん。今消しました、すいません。そう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 。で、山田と大原がやるんですけど、山田が結構大差で大原を破ります。はい。これ何対何やったかな、72対51じゃん54対66。え、ちゃう、塩谷大原山田大原、え、山田大原何なんやろ、山田大原ここか、あ、あった、山田大原、はい、あ、そうやね、51対72か、はい、で舞子塩谷が55対82。
でね、この時点で僕ね、塩屋と大原どうなんかなと思ってたんですよ。これが面白かった。54-66。なるほど。で大原が勝ったと、はい、もしかして僕塩屋かな思ってたんですけどね。で大原舞子は63-48大原。舞子山田が47-81と、まあ、結構山田のワンサイドゲームになっちゃいましたけどね。これトモさん全然見ず。全然見ずです。っていうかもう何日これ13この前の前の週ですよね。シニアの試合やったんですよ、土曜日。ああなるほど、おじさんの試合行ってたと。はい、で日曜日は仕事やったんです。でまあ女子の話になりますけど、オブチュー見に行こうかなと思ってたんですけど、朝から試合やったんで行けなくて、で試合後三宮行ったんですよ。試合後、はい、あの岸さんの同級生、ほう、先輩になる12、あ、12、はい、12行ったんやね。行ったんですよ。まあ星福がたまたまそこにあって、でまあなんかフェイスブックで見たことある店やなと思って、ちょっと自分のフェイスブック見てみたら、まあ、岸さん映ってたり、いろんな情報が入ってきたんで、あ、先輩や。なるほど。ちょっと話戻そうか。はい、総体ね、はい、今どこまで話したっけ。ベスト4で1戦目リーグの1戦目いってんな、はい、で2つ3つで、これ結局神戸市は山田が1着で抜けてんねんな。1着そうですね、でも塩屋に負けとんですよね。そうやったっけ。ね、塩屋ほんまやね、塩屋61-64山田が負けてるんやね。でこれが3点差で負けてて、はい、なんかね得失点になっちゃったんですよ。そうみたいですね。で塩屋と大原が得失点で争うことになって、はい、でこれが102点差、はい、でどうなんか計算によると12点差開くか11点差開くか、これで命運が分かれたようです。ちょっと興味のある方はね、得失点をちょっと計算してもらって、11点12点で分かれたみたいですね、はい、でもし11点差だったら塩屋が言ってたらしいです。そうなんです。そうで、ギリチョン12点差で大原が2位、神戸市2位をつかみ取って県大会出場と。うわねえ、ほんとこのフリースローの1本、レイアップの1本、もうほんとこう大事ですよね。そういうことやね。引退が2週間伸びるわけですからね、上の大会上がれて、いやー本当にね、いろんなところがあったと思います。まあ面白かったですよ男子、ちょっと個人的なところも紹介しようか。お願いします。山田中学校の4番ね、小原後輩の子供らしいですよ、はい、いい選手でした。結構ね、なんていうんかな、ガチャガチャしないでもちゃんとこうやることをやる仕事人みたいな、めちゃくちゃ暴れてガチャガチャするタイプじゃないように思いましたね。変な無駄に詰めへんし、ミドルよう入ってたし、父親譲りなんですかね。なんかどことなく動きは似てたね。そうやね。あと大原中学校4番5番、はい、いい選手でした。4番もドライブ鋭いしね、はい、
で結構フィジカルしっかりしてるし、当たり負けしないところもいいし、やっぱね5番のミドルもすごいええしな、マイカンドレルしまくったんかな、やっぱ全部片手でアタックできるからちょっと簡単に止められる選手じゃなかったね。あとマイコの何番11、12かな、うん、3年生もねいいんですけど、やっぱり11、12が引っ張ってくれてるような感じを、もう正直ねこれはちょっと見受けられました。で下級生なんですよ、11、12が2年生なんですけど、これがまた良くて、でそうやな、そう、うん、下級生がいいんで、まあ来年舞妓ちょっと楽しみやと思う。もう一人ねちっちゃい子やけど結構こう、うん、なんかディフェンスしっかりやる子がいるので舞妓安定するんじゃないかなと思ったりしますよ。なるほど。あとはやっぱ塩屋ね、塩屋に一人県選抜の子いるんですけど、この子がまたねミドルがいいもん持ってるんですよ、はいはい、なんとその育英高校のね先輩の、これあのバスケじゃないですよ、うん、はいはい、ハンドボールのスーパープレイヤーいたんですよ、うん、多分全国ベスト4で決勝崖で沖縄水産に当たって負けたんじゃないかな、まあ、そのすごい強い時代があって、その時のエースやった人なんですけど、その人の息子さんがちょっと今は塩屋のエースでやってるんですけどね、まあ、ミドルいいしスリーいいしね、とにかくアウトサイドのシュートの感覚がすごいいい選手ですね、うん、この選手も注目やし、あと山田の6番のセンターかな、あの子も良かったですよ。例えば山田が大原に勝ってるんですけど、これ21点差で勝ってるんですよね。うん、この時にさっき紹介した山田の4番もいいんですけど、6番やったと思うな、6番、この子はねしっかり大原の5番をしっかり抑えててね、良かったですね。周りのよりも良かったし、結構大原の5番の子は結構嫌がってたかな、守りが良かったな山田は本当に、いい感じでしたね。そのとこね、はい、はい、女子いきますか。お願いします。よし、女子は、ベスト4がオブ、それから西部拠点、それから本田門で元山南と、ここもシードが順当に上がってきていました。でね、決勝リーグ、まあ、4つ上がった決勝リーグになりますよね。それが、まず一発目がオブと西武拠点が当たって65対40、それから逆サイドの向こう側が本田門対本山南58対48、ごめんなさい、オブ対西武拠点は65対40でオブね、で本田門対本山南が58対48で、本田門、はい、はい、で今度は、どこや、オブ対本田門が70対58でオブ、はい、で西武拠点対本山南が41対50、本山南で本田門対西武拠点53対62、西武拠点、で元山南対オブ60対67、オブと、で優勝がオブ中学校、準優勝が本田門中学校ということになりまして、で3位が西武拠点、同じく3位が元山南と、これも並んだんやな、一勝一敗。そうですね、監督失点差ね、オブはあの完全優勝してるけど下はもう並んだってことやんな。そうです、で得失点でこんなことになっていますと。あのさ、ちょっとこの大会まあいろいろありますけど、あ、まあまあいいか、その総論へ各論行こう。また個人的な選手の話しようかな、
オブで今回目立っていいなと思ったのは7番つけてる女の子、インサイド7番やったかな、8番かな、インサイドでリバウンドガッサ取る子いるんですよ。でそんな大きくないんやけどとにかく飛びつくんですよね、はい、あれはすっごい今回集中しててよかったんちゃうかなというのと、7番のちょっと細い子なんですけど、はい、スリーとドライブがめっちゃ光ってましたね、当たってたってこと、当たってたっていうかもともとこの子安定してシュートを入るみたいですよ。もう打ってるところ見たら自信持って打ってるし、はい、うん、あとねオブって優勝したんですけどスタメンの中に1人だけ2年生いるんですよ、うん、この子がちょっとね頭角を現すんじゃないかなと思うんですけど、いやなかなかですね、なかなかですよ、ずーっとプレイングタイムあんねんから、だからまあ番号もね2桁番号1人つけてるから明らかにこう分かるんですけど、うん、この子はちょっと注目やねっていうところでございます。で本多門はね面白いね、やっぱりタッチダウンパスみたいな、もうリバウンド取ったらとりあえずボッコーンってバレーボール、あドッジボールみたいな放っちゃうんですけど、はい、まあそれがねまあちょっと僕もあんまり分かんないんですけど、そんなにオブ見てたらオブ対本多門見てるとそんなに成功はしてなかったですね。なんかまた違うところやったら成功するのかもしれないんですけど、ダブルヘッダーやった、まあダブルです、ずっといいから決勝リーグはダブル、決勝リーグ手前はダブルやわ、うん、最初の方だけ1試合とかあったかもしれへんけど、そうやね、そうなんですよね、まあ炸裂してましたけど、この本多門も面白いよね、まあ、ディフェンスすっごい泥臭いんですよ、はい、でファンをめっちゃ混むんやけど変わっても変わんない、飛び抜けてうまいなっていう子はいないけど、全員がディフェンスが回るし全員がリバウンド取るし、トモごめん声がねめちゃくちゃちっちゃくて多分入ってないと思う、あんまり返事が、それぐらいちっちゃくなってきちゃった、はい、せやね。でねあとは西武拠点いいチームやったよ、西武拠点校はすごいチームで、前半のオブ対西武拠点もね結構前半リード許してたんちゃうかな、オブは。まあ、そうなんですね。2ピリぐらい、2ピリ3ピリぐらいで逆転してとかそんなんやったと思いますよ。西武拠点はすごい良かった、いいチームやったな。どんな特徴って言われたらちょっと、6、あれ6番の西武って西区ってこと、西区って限ってないねんけど、西の方で中学校に部活動がないとか人数が少なすぎて3人しか部員いませんとか、そんな子がそんな子を救うために西武拠点校っていうのを作って、部活やねんけどね、部活だけなんだけど、はい、活動してるっていうのが西武拠点なの。西区とは限らないと思うけど、細かく本当は分かれてんねんけどね、北区は間違いなく北部拠点校なの。北部拠点がねないんちゃうかな今。あ、前までありました、ね、前まであったよ、はい、だから今は仕方なく西武拠点校行くのかクラブチームが預かるのか、まあそんな状態になってると思いますわ。あ、なるほど。そしてね元山みなみなんですよ、はい、元山みなみはもう明らかに4番の能力はもう突出してて、はい、この子が元山みなみ対オブも30点以上取ってんじゃないかな、4番が30点、以上は取ってると思う、いやここでそのちょっと
この決勝リーグの総評みたいなことやねんけど、これ前にも言ったんやけど、はい、もうね審判がやっぱりねごめんやけれども、もう子どもの成長妨げてるよね。これはね、僕実は娘がオブにいますけど、オブの試合とかどうでもいいんですよ。例えば西武拠点対本山南とか、はい、ホンタウン対西武拠点とか関係ないところを見てても、うん、まずナイスディフェンスチャージングっていうのはもうまずないんですよ。あ、触れたらファールみたいな、はいはい、もうほんでファールトラブってもうね、もうとてもとても残念で、何が一番残念って、そんな軽い笛吹くなとかってそういう単純な話じゃなくて、あのね、ナイスディフェンスをファールとして吹いてしまうってことは、子供はもうなんて言うんかな、ディフェンス育たないね、これ。なるほどね。それと高校行った時の笛の重さにまあ驚くと思うわ、これ。こんなんしてたら、え、今のならない、今のならないのなんて、もう弱々のオフェンスになるし、はい、ディフェンスなんか触れたらあかんねんかしなくなるよね、まず。で、あと、そうです、ね、もうコースを取ってしっかりチャージングっていうのを吹かない、ファールで吹くから、はい、もうそんなコース取るなんてしなくなるし、うん、ボールをパクリに行くなんて絶対しちゃダメなんですよ、あの審判相手に。もうそれぐらい笛はもうひどい、はっきり言うて。もうそれは審判全体像ですか？全体やね、スリーパーソンでピッピ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 、もうほんまこれコンタクトしたら、どんな形でもコンタクトしたらもうまず笛みたいな。なね、どういうことが起こるかっていうと、もう突っ込めばいいんですよ。うん、そうなりますよね。うん。自分吹かれんねんから、ほなオフェンスの時にとりあえず止まらへん、もうとにかくブロッコンって突っ込んだら絶対触れちゃうんだから、触れたらピー、触れたらピーやから、はい、突っ込めばいいんですよ。うん、本当にね、もうね、この審判だけはちょっとね、ちゃんとしてもらわなあかんなと思うね。それは兵庫県の審判基準？いや、神戸市のローカルルールやと思う。神戸市のローカルか。うん、例えば、まあこれ毎回なんですよ。この前の新人もそう。で、今総体。去年の新人もそう。もうずっとずっと神戸はこんなんで、県大会出るでしょ？はい。全然そんなことないんですよ。だから笛の重さ、軽さは、ちょっとちゃんと揃えてあげないと、まあね、まあ、ぶっちゃけ言いますが、今回もこの大会で審判によって青春を閉ざした、悔しい思いをしたっていう子はやっぱりいると思う。納得がいかないと思いますわ、これ。そうですよね。まあまあでもね、納得いかない、まあ、スポーツやから、まあ、相手もそうで、手前もそう、あ、手前では自分たちもそう、うん、でもね、そこを言うてるんじゃなくて、ごめんね、あれ、バスケが育たない、ここが一番言いたい、はいはいはい、ディフェンスが育たないよ、これやっちゃうと。まあ、滑稽なほど触れたら笛なるから、はい、いやある程度厳しめやなみたいなんやったら分かんねんけど、ある程度笛軽いなんやったら分かるけど、触れたらファール、あとチャージング、完全に懐で受けてるやつを、コース入って懐で受けてるやつをピッて、チャージング喜んでるところにお前がファールやでみたいに審判が言うシーンとか、もう悲しくなる。そこはね、全然他人やけど、全然関係ない子を見ててんけど、いや今のはナイスディフェンスやねって言って思わず、なんか、声を上げてしまうような、下手とかではなく、ちょっとごめん、めっちゃ批判してるけど、ひどい。これ、高校のコーチたちも見に来てるでしょ？見に来てましたね。中にそんな高校のコーチらの反応はどんなんなんでしょうかね。ありがとうございます。僕は何人かの高校のコーチと会いましたけど、うん、あのね、男子はまあ見れると、で僕が見ても男子はまあまあ見れるなっていう感じですわ。あのゲームになってるし、
あこのコンタクト危ないぞっていうところを頑張って置いておいたりできてるんですよ、なぜか。男子と女子でも全然違うねんとも、全然違う、男女で全然笛が違うねん。これってさ、多分知らん人から見たらそんなもんじゃないんですかって思うかもしれないけど、はい、やっぱバスケしてる人から見たらほんま素人やなっていう感じでしかもうないよね。そうですね、ちょっとすごい驚きました、うん、ちょっと引くほどやで、はい、でまあまあまあ全然男子と女子笛の音色は違うし、男子、いや、まあね、女子を見に来てたちょっと先生がいるんやけど、はい、もう異常だねって言ってたよ。そう、これでゲームが左右してもうとんでもないよねって言ってたわ。そうですよね、そうなんですよ。これはねちょっとねかわいそうだったな、ここに生かされている、うん、神戸市の女子の中学生はちょっとかわいそうかな。まあいろいろね問題はありますけれども、なんでこんな現象が起きるんですか。なんでなんやろうな、これほんと不思議やわ。なんなんやろうね。もちろん教会の人も見てるでしょ。教会の人見てると思うよ。でもちょっと待って、これ教会の人見てないね、相対やから。まあたまたま会場に来ましたっていう人はいるけど、教会っていうのは JBA 絡みやからね、はいはいはい、JBA の絡みじゃない大会やから、これ中大連の大会やから、そういうことですね。そういうことなんちゃう、全てはそうですね、うん、まあはっきりぶっちゃけたら、もうちゃんと教育を受けてない審判が吹いたっていう、うん、まあごめんなさい、ワッペンつけてるから受けてるんやろうけど、e ラーニングとか受けてるんやけど、そのごめんなさいレベルはそんな高くないんじゃないかなと思います。うん、でここを俺がさもご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 言ってさ、なんかこうビビって話になったらもうバストロ面白くなくなるから、はっきりこう言った方がいいでしょう。もうそうですね、うん、でインターネットの勝手ラジオなんで、もうクレームを断りやし、まあ文句ある人はもう聞かないでくださいという立場で強気でちょっと言ってみました。おお怖い怖い怖い。さてさて、いやまあぜひね、バスケット今勢い乗ってるんで、ルールとか、ジャッジとか、でちょっと濁してほしくはないなと、まあまあなんでまあ僕もそういうこと言うかと、ちょっとルールが結構厳しめになってきてる、なってきてるよね、で例えばまあおじさんバスケットの場でもね、チームの靴下の色を揃えなさい、揃ってなかったら次没収なるよ、でそれって、ちょっと思う、もうこの年やから思うかもしれない、何に関係すんのみたいな、揃ってなかったら素行が悪くなるのとかね、なんか態度悪なのとか関係なくない、まあ、でもそこはとも関係ないでしょ別に。その審判としてもいやそこが悪くなるから靴下の色を揃えてくださいっていう理由で揃えろって言ってるんじゃないと思うよ。まあそうなんですよ、でもそこが揃わんかったってなんで没収試合になるんだろうね。そうルール、俺ちょっとそこともと考え方違くて、やっぱりこうルールなんですよ。例えばインナーは全員着るんやったら着る、着ないやったら着ない、なんで一人だけ着とったらダメなんですかって言われても、ある時から決まったルールなんですよね、それって。まあ、まあそれはそうです、でそこに理由を求めていくとなんか複雑な話になってくるよね。まあまあ大人の事情とかも出てくるやろうけどね、長くていいの短くていいのとか色だけちょ、どうなのとか言って、やっぱ長いのやったら全員長いの履けってやっぱ言われるやんか、はい、あれもやっぱりこうルールなんでしょうね。あそこはさある程度しょうがないところもあるよね。まあまあそうなんかな、
なんか、まあ、今更感すごいあるんですよね。そうやな。まあ難しいよね。まあ色は揃え、メーカーはバラバラでももちろんいいねんな。色は揃えろと。はい。で没収試合になるよと。はい。まあなあ。いやーそこはいいんじゃないのっていうのをすごいわかるよ俺も。友が言ってるのすごいわかんねんけどな。ねえ。なんか言い流れやのに、うーん、なんとも、まあ、没収試合まで言わんといてよみたいなね。なんかね窮屈になってるんですよ。そうやな。まあそれと同時にバスケットっていうのがどんどんこう標準化されていきよんかもしれへんね。まあまあそうですね。それとかむっちゃうるさくなったんは選手登録とか、はいはい、コーチライセンスないとベンチ入れませんよとか、はい、レフリーライセンス持ってる人一人はチームスタッフに入れますとか、はい、ああいうことすっごい今うるさくなってきてるからね。そうですね。いやそれでチーム作れない事情もできますからね。それこそそのレギュレーションを守らないとチームなんか作るべきじゃもうないということでしょう。まあそうなんですけど、もう作らないと。今まで古い考え方してるから今のレギュレーションえって思うけど、やっぱりこれ常識になっていくと僕ここは思いますね。まあそうですね。確かにね、その、わけもわからん人が審判しとったら文句言うも確かなんですけど、今までも散々痛い目もありましたし、ただワッペンのレベルは下がりましたよね。だって取らないとゲームに登録できないから、じゃあワッペン取ろうかって言って e ラーニングじゃないですか、はい、あれ受けたら取れるんで、はい、受ける取るでも審判のこと何もわかんない、でも一応ワッペン取ってるから登録できるチームも作れた、じゃあ帯同で実際吹かなあかんってなった時になんじゃこりゃみたいな人がかなり増えてると思う。そうですね、そうなりますね。今までどっちかというともうワッペン持ってなくてもちょっと得意です、僕やりましょうかみたいな人が担ってくれてたところを、そうですね、そうちょっととんでもない人まで余裕で取れるから、ちょっと大変なってるんやと思うわ。だからね今ちょっと審判はもう正直、まあもうフェアにジャッジしても、まあ、ひどいですわ今回の審判でも。今は過渡期だからですよ多分。そうなりますかね。今だってブワッていっぱいいろんな人がもう取らなきゃって言って仕方なく取って、仕方なく拭きたくもないのに多分拭いてる人もいるやろうし、はい、これがもうちょっとしないと落ち着かないやろうな。なるほど、ものすごい下手っぴがものすごい、e ラーニングで EQ ライセンスとか一番下のライセンスね、はい、たくさん取っていますよ今。だからこういう時期なんだと思います。はい、そんなんでございます。はい、次は、県大会各地区から2チームずつ出るんですよ、優勝準優勝、はい、だ神戸の女子はオブと、ホンタモンが、はい、県大会に出場、男子は山田と大原が、県大会に出場となっております。はい、各優勝じゃないですか。北区優勝やなほんま。そうですね。そしてよいしょ、他の地区とかちょっと紹介しましょうか。お願いします。はい、男子はこれちょっと見にくいな。中盤、はい、白露中学校、これが中盤1位かな。1位ですね。はい、あ見えるそっちで。はい、おいいね。
で今度は阪神かな、阪神1位、これもねぼやけて見えないね、阪神1位かな、上甲子園、はい、が3位、中盤2位、はい、ほんで、当番魚住、はい、うん、これが4つの角によるけど、これ関係ないよね、シードないから関係ないですね、関係ないな、はい、だから上から順番に白露、和田山、和田山は丹波2位ですね、丹波2位、はい、で真砂、はい、阪神2位、ここの下がねぼやけて見えへんねんな、貝原、貝原単優の1位、おお、大志東、西番の1位、おお、東浦、淡路の2位、うんうんうん、大原、神戸2位、うんうんうん、霞第一、丹波の1位、霞第一、丹波の1位、いやこんなん全然ぼやけて見えへんな、防海、当番の2位、なるほど、当番2か、山田、神戸の1位、北段、淡路1位、氷上、丹友の2位、うんうんうん、上郡、定番の2位、以上16チーム、はい、この辺の強いところとかも情報入ってきてるんですか、うん、いや情報入ってきているってほどでもないんですけど、やっぱこの辺になってくると、うん、どこなんやろうね、キリキリがなんか言ってたね、白露言ってましたね、白露の4番、はい、これがめっちゃうまいぞと言ってましたね、はい、貝原の4番もうまいですよね、うん、で大原の4番5番、うん、うん、いいですよね、あと山田の4、6、で北段の何番やったかな、北段の何番か忘れた、ごめん、北段にもいますよ、あ、そうなんですね、うーん、で、神甲子園か、うーん、いやー、これどこが勝つんやろ、この前は貝原が優勝してるんですよ、新人は、あ、そうなんですね、でもやっぱりね、中学生すごいわ、変わりようがすごい、それ成長具合ってこと、成長具合、そう、そこが言いたかって、うん、成長具合がすごいから新人の時あそこが勝ったのにみたいなね、うん、うん、高校ってある程度ちょっと定着しない、半年ぐらいやったらみんな落ち着いてるけど、中学生って、え、嘘でしょみたいに強くなったり、するよね、すごい成長するよね中学生って、だそこはちょっと楽しみにしてるんですよ、だから前回優勝チームが必ず勝つとは限らないし、中学の場合は特に負ける確率の方が高い、負けるというか、新人と総体を両方取ることって少ない、まあ、2冠取れる、2冠確率は低いと、取れる確率は低い、うん、一方女子、はい、順番いきます、柳瀬、はい、丹波1位、それから琴ヶ丘、10番2位、本田も、神戸2位、北田、淡路1位で鹿島、当番1位、八景、丹友2位、辰野東、正番の1位、うん、由利学院、阪神2位、春日、丹友1位、和田山、丹波2位、辰野西、正番2位、大白書中学校、中番の1位から小部、神戸1位から大倉、当番の2位、津名、淡路2位、西宮浜、阪神1位、なるほど、ありがとうございますなんでこの社名みたいなぼやけてんのやろな、うんうんうん、これはねちょっと言っときますと、柳瀬、北段、鹿島、
西宮浜、うん、これはベスト4をやったんですよ新人時、はいはいはい、でなんと左側にもう柳瀬北段鹿島ってもう3つ入っちゃって、そうですね、うーんちょっと左固まってんなーっていう感じなんですよ、はい、うーんで右がやっぱり強いのは西宮浜、綱、はい、大倉、うん、オブどうかな、分かんないなっていうところですかね。あと注目の百合学院なんですけど、はいはい、こう去年の新人戦には1年生いなかったんですけど当然、うん2018年度に新人戦行われてて、はい、19年度に入り新人が入ってますよね、はい、新1年生ってことですね、新1年生、はい、これが百合学院に U12、 要するに小学校6年生の県選抜がごっそり百合学院に行き、ごっそりらしいですよ結構集まったみたいです百合学院に U12 が、これがちょっとね、阪神を狂わせたみたいですよ。百合学院新人県新人出てないからね。百合学院は私立ですよね。百合学院私立です。だここがどんなのか早く見たいなと思ってるんですけど。ダークホース的な感じになりますかね。だってちょっと入ったとこが悪いか。そうだね、鹿島はこれまた言うときますけど多分一着かな、分かんない、ちょっと北段柳瀬も分かんないけど、ちょ鹿島が強すぎるような気がするけどな、ちょっと抜けてるような気はするんですけど、もうさっき言ったみたいに中学生ってごっそと変わるからさ、分からんよね、ほんと分かんないわ。で北段もめちゃくちゃ伸びてるしな、柳瀬北段っていうのはねもう2回戦で当たっちゃうからね、そうですよね、8の4掛け、ここでもう柳瀬と北段がもうぶつかっちゃうっていう、ここはもう見逃せませんよ。1日目やもんな、だってこれ1日目でダブル、ダブルダブル、ダブルダブルです。いやこれ1日目からほんと見逃せない。鹿島、百合学院も、百合学院がどこまで鹿島に食い下がるか見てみたいし、そうやね、加古川で行われるんですね。加古川で行われます。もちろん見に行かれると。もちろんもちろん、うちは娘がオブにいるので、オブは見に行きますけどね。金土、26、27の金土。そうです。いいね。ちょっと遠慮しすぎかな。もうちょっとオブの話してもええねんけどな。なんかな、偏りそうで嫌やねんな。キリみたいになりそうでな。まあこれ。オブの風景は。大ストーやろ、ねえ、でも喋んないぞ、ね、情報が漏れてもって言うときました。あ、なんかほんまそれで怒られたりしても嫌やしな理想なみたいな、なんかなっても嫌やしな、西宮浜には初谷先生のご息女さんが2年生でおられます試合出てるバリバリ、うん、2年生、そうなんですよ。まあちょっとぶっ込んどきました。初谷先生聞いていただいてるでしょうか。はい、こんなですかね。そうですね、意外と結構くちゃくちゃ喋ったね。そうですね、まあ楽しみにしておきましょう。ほんでこれの報告もしようよ、また。そうですね、県の結果行きたいところですけど、行けないか。27がキャンプ、ああそうかそうか、まあ楽しみですなキャンプ、いいですね。また
キャンプ楽しんでください。まあほんなら、どうしようかな、また終わったらもう一回また結果報告しましょう。お願いします。報告配信しましょうね。はい、はい、今日はこんなとこですか。はい、今日はこんなとこです。ありがとうございます。意外と喋ってる、45分も喋ってる意外と行きました。はい、ありがとうございます。バスケットオークラジオは株式会社ヤング商事、株式会社オンザコート、パワーハウスオンラインストアの協賛を受けて運営されております。パワーハウスオンラインストアでは、もうすぐセールが始まります。詳しくはパワーハウスオンラインストアで検索してみてください。それからあとはカテゴリー違いでインターハイの大会記念商品なんかもオンライン上で唯一買えるストア、パワーハウスオンラインストア、オフィシャルストアでございます。ぜひご活用ください。以上でございます。本日お送りしましたのは岸と友でした。 See you next time. Bye bye.